皆様こんにちは、ベンマックスです。ご無沙汰しております。先日ですね、タイム X の MK1 という、メカニカル手巻きのね時計を購入いたしました。それで、今日開封動画にしようと思ったんですが、ですね、ちょっと精度もちょっと測りたいと思いまして、昨日ですね4時半ごろ巻いてですね、で一応ハック機能がついてるんで、ちゃんと電波時計と合わせて、それで開封してみたいと思います。それでですね、じゃあ早速開けてみましょう。じゃあこんな箱に入ってますと、こういうふうになかなかね、かっこいいんですよね。タイム X さんの、これは、ベトナム戦争の時のやつなのかな。当時は使い捨ての時計だったようなんですが、これはもうオーバーホールして、ね、使っていけると思いますんで、こんなような形です。今4時このムーブメントがですね、シーガル社という中国のメーカーでして、昔のね、ビーナス社とか買収してるようでして、これもうすぐ4時1分になりますね。42ということは18秒ぐらいこっちが進んでるってことですね。思いのほか精度が良さそうなんで使っていきたいと思います。でこれはね、先ほども言いました通り手巻きでして、径がね36ミリです。なんかね味があっていいですね。ここにね丸い、ドットがついていて、美容師のところにね、とても見やすいですね。視認性がいいです。さすが軍用時計のレプリカという感じですね。私がですね、買った時はもうすぐ完売しちゃったんですけれども、またタイム X の公式オンラインショップでですね、また募集かけてますので、欲しい方は早めに買った方が良いと思います。2万8000円ぐらいかな。ちょっと待ってください。正確なこと言わないと、一応 YouTuber なんで間違った。28,600円の税込みですね。とてもお財布に優しい、ガンガン使える時計だなと思います。それからですね、風防はどうも風防は何だろうな、待ってくださいね。ちょっとわからないですね。プラアクリルか、ミネラルガラスじゃないなさそうな、触った感じなんですけれども、ミネラルガラス、ついでもこれね、ドーム状になってるんで、多分プラだと思いますね。その辺はまたちょっと聞いて今度ご報告いたします。
概要欄の方にね、記載して置いておきますので、それちょっと見てください。シーガル社っていろいろ調べたんですけれども、ビーナス社をなんか買収したみたいで、ビーナス175のビーナス175をですね、積んだクロノグラフ、これが2万8000円で売ってました。でもですね、中国の中国の文字がこう入っていて、ちょっとなと思ったんですけれども、でも裏ね、スケルトンになっててですね、見えるんですよ、動きが。でピラーホイールのね、がこうカチャンと動くような感じになってて、ストップウォッチの針を押すとね、ストップウォッチのボタンを押すとピラーホイールに指令がいって動く様子が見て取れるので、非常にね、リーズナブルにビーナス175を堪能できるということでね、ちょっと、まあ、そのうちちょっと欲しいなと思ってますね。まあ全然資産とかね、そういうのは全然ならないですけれども、でもこれヤフオクとかに全然出てないんですよね。もうこれ売るつもりで買う人っていないみたいで、転売目的で買う人いないみたいで、なんかこう楽しんで使っていらっしゃるような時計みたいですね。で、あとここが、なんか取り外すのが簡単な構造になってるみたいで、こうやるだけで取れちゃうみたいですね。今取れちゃいましたけども、でバネ棒だけね買ってきて、ナトベルトつけるのもいいかなと思っております。ちょっと取れちゃいましたね。まあこんな時計を買ってきましたので、まあ簡単に紹介ということで、まだ購入できるみたいなんで、ケースのここがステンレスですね。キャッチリできてまして、ムーブメントを抑えてるのが、金属で抑えてる写真があったんですけれども、ハック機能をこうパチッとこう使うとですね、そんな動かないか、金属で押さえてるみたいで、まあしっかり固定されてるなっていう気はします。多分プラスチック、でもこの値段なんでプラスチックで押さえてるかもしれないとは思ってるんですけれども、ただ機械式でね、こうハック機能がついてるんで、金属で押さえないとね、ムーブメントがぐらつくんで、多分プラじゃない、プラで押さえてないで、なんかちゃんと金属で押さえてると思うんですよね。裏蓋開けたことないんで、まあ何とも言えないんですけれども、まあ、そのうちメンテのね、メンテナンスの時期が来たら、そうですね、ちょっと時計師さんに聞いてみます。以上です。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録していただけると大変励みになります。次回ですね、ちょっと要望がありまして、ちょっとナイフのコレクションやってくれっていうふうな要望をいただきましたんで、まあ第2弾として、アメリカンカスタムナイフの、動画をちょっと撮っておきたいと思います。残しておきたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。